創造学園大学は、群馬県高崎市八千代町2丁目3番6号に本部を置いていた日本の私立大学である。2004年に設置され、2013年に廃止された。大学の略称は創造大、はじめ学大。相次ぐ不祥事のため、2013年に設置法人が文部科学大臣より、 私立学校法に基づく解散命令を受け、大学設置からわずか9年で廃校となった。大学の設置者は、学校法人、堀越学園であった。学長は、新旧経営陣が対立しており、二人存在していた。堀越高等学校、英明館中学、高等学校を運営する東京都の同盟の学校法人は、 創立者が偶然同じ名字であっただけであり、全く無関係の別法人である。長野県松本市に付属校として、創造学園大学付属高等学校があったが、2011年に創造学園高等学校へと解消された。相次ぐ不祥事により2013年3月に文部科学大臣により、設置法人が解散命令を受け、廃校となった。 見学の精神は行学一致を歌った。この言葉を見学の精神として制定した理由は、禅の思想にちなんでいるとされる。2009年より、創造芸術学部では当時としては、全国でも珍しい4学期制を導入していた。これにより、学期末試験や入学試験も年4回行われていた。一方、ソーシャルワーク学部は、セメスター制であった。 一部で通信教育を実施しているかのような報道がされたが、インターネットを通じて自宅で勉強する e ラーニングを使用して行うメディア授業のことであり、私立大学通信教育協会にも加盟していなかった。日本高等教育評価機構は創造学園大学の e ラーニングによる単位取得は大学設置基準に違反しているとの考えを示していた。 1981年に創立された高崎短期大学が前身で同短大と高崎福祉専門学校を統合して2004年に設立された。また、高崎芸術短期大学は創造学園大学開校に伴い廃校となった。長野県坂木町へ薬学部設立。大学院設立構想。つくば市へ研究機関設立構想。 学部別科附属機関附属図書館、中山キャンパス、八千台キャンパスともに図書室が設置されていた。創造学園大学の学園祭は創造祭と呼称されていた。元学長が理事長と理事、学長などを別名で兼任するなど複雑であった。創造学園大学では前身となった学校ごとに同窓会が設置されており、 高崎芸術短期大学同窓会、高崎福祉専門学校同窓会が活動している。また、創造学園大学の教育、研究を、はじめ様々な活動を支援するために、講演会も組織化されていた。水金帝内、水金屑旧八千代キャンパス旧滝キャンパス、中山キャンパス創造芸術学部が設置されていた。大学の修業務はこちらで行われていた。 水金邸内の水金窟は環境庁の日本の音風景百選に群馬県で唯一選ばれていた。解散後、破産管罪人によって群馬県内で病院などを展開する東和グループの介護事業会社と社会福祉法人に売却された。大学時代の校舎は取り壊され、現在は東和グループの老人施設となっている。 九四地下宿キャンパス、宮城県にあった。創造芸術学部の陶芸コースのため、ガス用や電気用がある陶芸棟があった。陶芸コース以外の学生も研修で利用することがあった。八千代キャンパス大学本部住所。ソーシャルワーク学部があった。八千代キャンパス内には、三福温泉テスラの湯と呼ばれる浴槽があり、 学生だけでなく一般の人も利用できるようになっていた。施設内には三福神社があり、毎月3日に南木村の黒、滝山の住職を呼んでの三福祭が執り行われていた。ブルーノタウト資料館があり常設展示を行っていたが、経営悪化により展示品は岩波書店に返却され、資料館は閉館した。また教授室や教室のあった、 タウト記念館自体も閉鎖された。2021年現在、一部施設建物は、創造学園大学の看板を掲げたまま残っている。解散後は、一部建物が、ピースフルジャパンアカデミー研修施設になっている。同キャンパス敷地内堀越子子幼稚園は、コンビニエンスストアとなった。下滝キャンパス高崎医療技術福祉専門学校が、所在していた。 土地と建物は国税対応で差し押さえられ購買された後、神奈川県相模原市の学校法人平井学園が落札し、2016年に専修学校、高崎、ナイチンゲール学院が開校している。文部科学省や群馬県に提出していた2002年から2004年までの決算書に虚偽があったとして、日本私立学校振興。 共済事業団から2008年度の補助金の交付を取り消された。2009年、群馬県教育委員会は、県内の全公立校に対した校への進学などについて、検討するよう通達を出した。2009年4月の入学予定者は、芸術学部77人、ソーシャルワーク学部21人と大きく、定員をあり込んでいる。同年、東京地裁は、 創造学園大の各キャンパスについて仮差し押さえ命令を出した。また教職員への給料支配で労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けた。2010年、群馬県は堀越学園に対し助成金の全額不交付を決定した。一方、借り上げている学生寮の家賃を堀越学園が滞納し、 入居する学生と教職員らが、家主から退去を迫られていたことが、明らかになった。堀越学園は、国が義務付けている認証評価を受けるための、過去5年分の財務書類などを含む、自己評価書を期限までに提出せず、評価料も納入しなかったため、文部科学省の認証を受けた、評価機関から、評価中止と通知されていたことが分かった。 2010年7月28日には、教職員や学生、保護者らが、堀越学園被害者の会を結成した。給与資料を、県私学振興会へ提出していないことが判明し、前年夏から、私学教材への振込金、数千万円を滞納していることが、明らかになった。大学会学時、公認会計士署名や印鑑を偽造。 負債が9億円余りあったにもかかわらず2億6700万円と書類を提出。文科省は申請書類改ざんに虚偽の記載があったとして2012年度以降の5年間は学部の新設などを認めないことを決め同学園側に通知した。同日、弁護士報酬の一部が未払いだとして男性弁護士が創造学園を訴えた事件で学園側が敗訴した。 高崎医療技術福祉専門学校を譲渡する不動産取引トラブルで前橋地裁高崎支部は学校法人オーターアカデミーの請求通り堀越学園に対し2億円の支払いを命じたさらに健康診断と予防接種を委託した東京都内の財団法人に対し代金200万円の未払いとなっていることが明るみに出た一連の不祥事を受けて 堀越哲次理事長は、臨時理事会で、今までの学園の混乱、給料支配などの責任を取ると理事長辞任を申し出、公認に、中国籍の大豊を選任した。日本高等教育評価機構は、創造学園大学の評価を、不認定とした。群馬県私学振興会の会員資格を創出し、大会処分となった。理事長院は、個人で持つものではなく、 事務局で管理している。理事が共同して物事を決めるので、理事長が印鑑を持っていなくても問題はない。一連の事態を重く見た管轄する、藤岡労働基準監督署は、労働基準法違反の疑いで調査。堀越理事長は、給与に過月支配員席の責任を取り学長と、理事をも辞任した。群馬県警は、堀越学園の学生寮を、 横領容疑で、固く捜索した。2011年8月、私学振興会は、臨時理事会を開き、4000万円を滞納している、堀越学園に対して、大会処分を決定した。2011年11月、学校法人、堀越学園の校舎が立つ土地の一部4257平方メートルが、再建者である財務省から差し押さえられた。 2011年12月、学校祭の返還をめぐり、債権者と裁判となる。総百行額は1億円以上となり、ほとんどが未返還。また、東京の別の法人名を使って勧誘していたことが、報じられた。同月、文部科学省が、異例の2年連続の立ち入り調査を実施、財務悪化及び、学長人事の不徹底。 堀越前理事長への慰労金の支出などを確認した。地権者によって封鎖された、校内道路2012年の創造学園大学本校新入生は例人。また同時に、東京校、倉敷校の閉鎖を理事会では決めた。5月には裁判所から、旧経営陣の地位保全が見られ、新旧経営陣の対立により10日間、中山キャンパスが閉鎖され授業が停止された。 さらに、規定の時代が払われていないとして、知見者は、学内の校内道路を閉鎖。グランドの一部、駐車場などの返還を求めた。文部科学省から緊急の査察が入ったが、事業報告書などが欠け、決算数字にも曖昧な点が多く、かつ提出された文書は、理事会の決議も一度も得ていないとして、同法に基づく決算書類とは認めないと。 法人側に伝達した。職員への給料未払いは2012年8月で12、ヶ月間に及び時間の合間にアルバイトをしている、教職員もおり、同大学が所属する、首都大学野球連盟へ加盟料70万円が、支払われておらず、群馬県私立大学協会も、除名となった。5月には、電話料金の滞納により電話が一時不通となった。7月、 創造学園大のほか、高崎保育専門学校と二つの幼稚園について、過去4ヶ月間の電気料金百数十万円を滞納しており7月11日以降に電気を止められる可能性があることが報道された。教職員の退職が相次ぎ、教員が事務を代行したり、教授が購買部のレジ打ち等を行う事態となった。文部科学省は在校生に対し他学への 天学支援を検討し、文部科学省の解散執行後、破産手続きに入る見通しとなった。2013年3月28日、文部省は同校に対して解散命令を出した。付属幼稚園と専門学校と同時に解散命令によって閉鎖された。文部省による学校法人への解散が命令は、本県が4例目で、 在籍者がいる状態では初めてとされた。前橋地裁は、堀越哲司元理事長の破産手続きの廃止を決めた。ものの、債権者が申し立てていた約28億円の、債権の配当はないものとした。2016年2月16日、破産法違反や有印紙文書偽造、同行使などの罪に問われた、堀越哲司の実刑が確定した。 高崎医療技術福祉専門学校の建物は2016年に開学した高崎ナイチンゲール学院が使用している。2018年1月、元中山キャンパス跡地に特別養護老人ホームグランドヒルズ高崎他がオープン。残務整理のため活動を続けていた創造学園大学教職員組合も同年3月解散した。ありがとうございます。